フェリーノのリングネームで知られるホルヘルイス・カサス・ルイスはメキシコのプロレースラー。メキシコ式シ出身。かつては猫をモチーフにしたマスクマンであった。ニックネームは猫仮面、猛獣仮面。フェリーノとは日本語で猫家の意味を持つ。父はラ・マヒストラルを開発したペペカサスで、兄はネグロカサス、弟はヘビーメタル、いとこにブラックスター、息子にティグレ。 ピューマキングというプロレス一家。現在の妻はプリンセザブランカ。父やラウルレーエスの指導を受け、1982年頃、素顔のベイブカサスのリングネームでデビュー。当初は父や兄とタッグを組まされることが多く伸び悩んでいた。ため、1987年3月11日に、ウアからイムルに移籍し、フェリーノという猫を模したマスク姿で登場。 1998年には新日本プロレスのベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに来日。日本のスタイルに馴染めず、目立った活躍はしなかった。1999年、トリプル a に移籍、同年暮れにイムルに復帰。2005年10月には新日本プロレスの東京ドーム大会に再来日し兄と組んで IWGP ジュニアタックに挑戦。 2010年3月にラソンブラにコントラマッチに破れ素顔になる。現在 CMLL 所属。2012年9月には東京ゲームショー2012で来日。ありがとうございます。